アンドレアス・ゴルトベルガーは、オーストリア、オーバー・エスター・ライヒシューリーと、イム・インクライス出身の元スキージャンプ選手。1990年代を代表するジャンパーで、ゴルティの愛称で、日本でも人気が高かった。1991年1月4日に、スキージャンプ週間第3戦のインスブルックで、ワールドカップにデビュー。この試合では35位に終わった。 翌1991から1992シーズンから本格的に参戦、総合8位となると参戦3シーズン目から総合1位、3位,位、1位、1位、6位と大活躍を見せた。2回目の総合優勝を果たした1994から1995シーズンは21試合で10勝、2位5回、3位、0回で合計ポイントは1571点を、 記録し、総合2位のロベルト・チェコンと636点差は2015から2016シーズンに総合優勝したペテル・プレブツの813点差に次ぐ歴代2位の記録である。1試合平均の獲得ポイントは74.81点で、これも2015から2016シーズンのプレブツ、2008から2009シーズンのグレゴア・シュリー・レンツアワーに次ぐ歴代3位である。 1997年、コカインの使用により、オーストリアスキー連盟から6ヶ月の資格停止処分を受けた。これにより、1998年長野オリンピックで、日本への入国拒否という事態になったが、最終的に日本政府の配慮によって入国が許可された。また、この間に、オーストリアからスロベニアへ国籍変更して、オリンピック出場を狙おうとしたが、 国中から猛反対にあい国籍変更を断念している。この影響はことのほか大きく、本来行うべき時期にトレーニングを計画的に行うことがほとんどできなかった。結局、長野オリンピックではオーストリア代表でノーマルヒル個人のみ出場したが22位の惨敗であった。2005年5月29日現役引退を発表。 引退後も ORF の解説者として、ワールドカップや世界選手権、オリンピックにて競技前のテストジャンパーとして、ジャンプを披露。さらにこの際ヘルメットにハンディカメラを装着して、ジャンパー目線での映像を視聴者に提供している。また、この時は ORF の放送に向けて、空中で台の解説をしながらの飛行である。ありがとうございます。